ネーピアは、オーストラリア海軍の駆逐艦。N 級。艦名は19世紀のイギリス海軍軍人であった、チャールズ・ネーピアにちなむ。ネーピアの名を持つ艦としては3代目。ネーピアは、スコットランド号板のフェアフィールドシップビルディングエンジニアリング社で1939年7月26日に、寄港、1940年5月22日に、浸水し、 1940年11月28日に、イギリス海軍出身の艦長剣戦隊司令ステファン、ハリー・トルソン・アーリス大佐の指揮の下収益した。ネーピアは、オーストラリア海軍艦として収益し、乗員の多くもオーストラリア海軍所属であったた、ものの、艦の所有権自体は、イギリス政府のままであった。収益後は、本国艦隊第七駆逐艦戦隊で活動した。 公衆完了後、1941年1月4日に、巡道警官ケリー及び、同警官である、ポーランド海軍のピオルンと共に仮想巡洋艦2隻を護衛したのを皮切りに、3月にかけてネーピアは、北、大西洋で複数の護衛任務を行った。またこの活動期間中には、ウィンストン・チャーチル首相、アメリカのハリー・ホップキンス特使、 そしてハリファックス恐怖祭をスカパフローへ運ぶ任務にもついている。その後ネーピアは姉妹艦ネスターと共に地中海に配備されることになりジブラルタルとサイモンズタウンを経由しながら5月4日にアレキサンドリアで地中海艦隊に加わった。2日後の5月6日にネーピアは大規模な輸送作戦である MD4 作戦の護衛に参加する。ついでネーピアは クレタ島の戦いに派遣された。5月20日、敵飛行場を空襲する空母フォーミダブル、戦艦クイーンエリザベス、バーラムを巡道警官ジャービスらと護衛。クレタ島での戦況が絶望的になった5月28日、ネーピアは姉妹艦ニザムとケルビン、カンダハーと共に島からの撤退作戦に派遣された。ニザムが空襲による資金弾で損傷したものの、 輸送は成功しネイピアは、小兵296名と、女性3名、子供2名、ギリシャ人と中国人、各1名、水兵10名と、犬1匹を避難させた。しかし30日に行われた輸送は難航し、機関故障を起こしたカンダハート空襲で、大きな被害を受けたケルビンが引き返さざるを得なくなった。ネイピアとニザムは、 引き返した二隻が乗せるはずだった将兵を島に残して行くことを良しとせず、ニザムが698名、ネーピアが705名のオーストラリア兵を中心とする将兵を詰め込んだ。ニザムに1時間半遅れて、クレタ島を出発したネーピアは、激しい空襲を受け、少なくとも14発の資金弾によって機関が損傷し重にノットまで速度が低下した。だが、ネーピアは、 対空戦闘で188機撃墜、3機撃破を放置、一切の人的損失なしに、アレキサンドリアへ帰還を果たした。続く2ヶ月半の間、ネーピアは、ポートサイドで修理を行うとともに、港の司令官、夜間の港湾防備官として機能した。8月に修理が完了した後は、第7駆逐艦船隊機関として活動した。ネーピアは、 夏の間、ホイカにあるトブルクへの輸送任務に従事し、1941年の残りの期間を地中海、航海での戦護衛や、キプロスハイファ艦の兵員輸送任務などを行って、過ごした。11月25日、ネーピアは、イタリアの戦団攻撃に向かう戦艦クイーンエリザベス、バリアント、バーラムを、ジャービス、ジャッカル、キプリング、にザム、 ホットスパーと共に護衛した。しかしバーラムはドイツの潜水艦 U-331 が発射した魚雷によって転覆、爆沈してしまった。ネーピアのポンポン砲。1942年初め、ネーピアはネスタートにザムと共に東洋艦隊に配備されることになった。ネーピアはシンガポールにハリケーン戦闘機を輸送する空母インドミタブルを護衛して、 東洋艦隊で最初の任務を行った。ネーピアは、戦艦をオースパイと、空母インドミタブル、ホーミダブル、ハーミーズ、重巡洋艦ドーセットシャー、コーンウォールといった東洋艦隊主力の護衛を行うとともに、インド洋を行く戦団の護衛も並行して行った。6月には一時的に地中海へ戻り、物資不足に苦しむマルタ島への輸送作戦である、 ビガラス作戦に護衛艦艇の一席として参加したが、作戦は多大な損失を出し失敗した。この作戦では、姉妹艦のネスターが空襲で損傷し、ジャベリンの爆雷で処分された。7月にインド洋に戻ったネーピアは、ウォースパイとインドミタブル、フォーミダブルラによる、日本軍に占領されたアンダマン諸島への攻撃を護衛した。しかし8月に入り、 スタブ作戦は、マダガスカルの戦いへ戦力を集中するため中止となった。ネーピアは、マダガスカル島での上陸作戦に投入され、マジュンガへの上陸、モロンダバへの牽制上陸、タマタブ攻略作戦、トゥリアラ上陸をそれぞれ支援した。11月7日には、アーリス大佐に代わって、ネーピアの艦長として、オーストラリア海軍のアーノルド・ホルブルク、グリーン・少佐が着任した。 インド洋東部とモザンビーク海峡で戦乱護衛と紹介に従事した後、ネイピアは1943年3月に南アフリカを拠点として南大西洋管区での対戦紹介任務に就いた。6月からは年内いっぱいをアフリカ沿岸部から中東、インド東部での紹介と戦乱護衛に費やしている。1944年1月に機能を回復した。 トリンコマリーへ移ったネイピアは最初の3ヶ月間インド近海で活動した3月21日東洋艦隊駆逐艦隊司令官となっていた初代艦長ステファン・アーリス大将がネイピアに大正旗を掲げ4月19日にスマトラ動作版を空襲する空母イラストリアスとアメリカ海軍のサラドがジェームズ・サマビル大将の機関クイーン・エリザベス、バリアント フランス海軍のリシュリューなどからなる第69部隊を護衛した。5月17日にはジャワ島のスラバヤを空襲するトランサム作戦の護衛も行っている。6月4日、アーリース大将がアルバート・ローレンス・ポーランド大将に交代。8月から10月にかけてオーストラリア・メルボルンのウィリアムズ・タウン・ドックでの改装の後、11月初めにジョン・プランケット・コール・少佐の指揮のもで、 東洋艦隊に復帰したネーピアは、ビルマ沿岸で活動する。12月には、第74インド不評旅団を支援した。1945年5月のネーピア。1945年1月には、アキャブへの上陸、ミエボンへの上陸、ラムリー島への上陸を支援。1月12日には、一式戦闘機一機の撃墜を報じている。その後ネーピアは、 イギリス太平洋艦隊へ転籍し、ペナントナンバーが G97 から D13 へ変更された。5月に先島諸島を空襲するアメリカ海軍第57任務部隊の空母を護衛した。その後もネーピアは日本本土を空襲するアメリカ海軍とイギリス海軍の任務部隊の護衛を継続した。8月30日にネーピアとニザムは東京湾にへ入り、 9月2日の日本の幸福文書、調印式にも立ち会った。占領軍の上陸や解放された連合軍捕虜の送還を支援した後、ネーピアは9月22日にシドニーに到着した。1945年10月24日にネーピアはオーストラリア海軍から退役し、翌25日に駆逐艦クオリティと置き換えられる形でイギリス海軍に再収役した。 オーストラリア海軍艦としての5年間で、ネイピアは27万マイル以上を航海した。クオリティの上員の手で開港されたネイピアは11月5日に、デボンポート海軍基地へ到着し、12月12日に退役した。1946年3月7日に、予備役へ編入されたネイピアは1950年8月に、ポーツマスで経流され、1952年5月には、 再び、デボンポートの予備役艦隊へ戻った。1953年1月にペナースへ栄光され、現地で保管された後、1955年に廃棄リストに乗ったネイピアは、トーマス W ワードの手で解体されるため、ブリティッシュアイアンスチールコーポレーションに、スクラップとして売却された。ネイピアは栄光された後、1956年1月17日に、 ブリトンフェリーの解体地へ到着した。クリート1941リビア1941インディアンオーシャン194244ビルマ194445パシフィック1945沖縄1945ありがとうございます。